ジな、数の子戦さすがに温まったな。ポジズンにキャラ替えだけはないよね。数の子は実際かなりうまいんだけどね、あいつ。これはピオレ、むしろピオレ。ピオンないですよね。安定感ねー。ダシオさん戦は別に顔真っ赤って感じじゃないよね。むしろ楽しくなっちゃってたよ。さすがやなみたいなさ。この人さすがやなみたいな。ああいい選択肢。カズノコに対応できなかった。カズノコに対応できなかったってわけじゃないけどね。あの状況で言うんだったら7-3くらいついてる。おーおーおー、新しいね。いやまあ実際数の子戦別に難しいことやってないから、やってなくても変わんない。もともとサガト戦のそいつあんそんなに得意じゃないはずなんだけど、まあ読み合いがやっぱ強いからな。対戦してて嫌な感じにはなるかな。おお、すごいの擦ってるね。あ、そうだ、ボンスペじゃあ後で見せるわ。後で見せる。ボンスペね。真のボンスペをもうすぐ見せます。てかもう嫌なんだけど、俺もうトップアンガリーグさ見返してさ。ガチャガチャアパカステハイウルコンってやったら、ボンスペとかさ、ボンスペじゃねえだろ、あれはよ。でも、持続アテウルコンは多分いないからな、やってる人。俺、初めて見つけたから、あの、リーグ戦の入れ替え戦じゃないや、下位リーグの2日前くらいかな。やべ、これやべえとか言ってる。遅すぎた。ボンスペかっこワロス。間違いない。なんだ。うわ、こいつおられたね、今のね。ボンスペとレスリーがナンバーワンは信じられるとか。信じらんねえだろ。あ、ついてねえな。おお。あ、危ない。うわ、ノリ。これはEXバカだな、さすがに。うまい、それうまい。それやられたらしんどいな。あ、ちょっと。うわ。あ、いい。
なるほどなるほど。おや、おかしいだろう。あぶねえ。これもボンスペとか言われんだろ。よし、そう、これがフルヒットになるんですわ、調整内容的にいくと。